富山第一高等学校の一富山第一高等学校は富山県富山市向井新城町に所在する私立高等学校である。通称富市、もしくは一高。富山県で最大の私立高校であり、通学範囲は富山県内のほぼ全域に及ぶ。男子サッカー部は全国高校サッカーの常連校で全国でも有数の強豪校である。 毎年イングランドへ遠征を行っており、ウエストハムユナイテッドユース等と交流試合を行い強化を図っている。1999年の第78回で石黒智久、西野康政を擁して富山県史上初のベスト4に入り、国立の芝を踏んだ。翌年度の第79回もベスト4に入り、北陸勢初の2年連続国立進出の開挙を果たした。 2014年第92回決勝で石川県の清陵高等学校を破り初優勝した。2015年の第94回ではベスト8に進出。2019年の高校総体では準優勝した。元日本代表の柳沢氏をはじめ多くの J リーガーを輩出している。バレーボール部も男女とも競合で春の高校バレーにしばしばアベック出場を果たしている。 野球部も県内の競合ではありながら、甲子園に出場することができない時期が続いたが、第95回全国高等学校野球選手権大会に、春夏通じて、初めての甲子園出場を決め、ベスト8に進出した。第98回全国高等学校野球選手権大会は3年ぶりに出場となり、初戦を突破した。その他、柔道部、 ラグビー部も全国大会出場の経歴がある。また進学にも力を入れており、特別進学コースでは国公立大学や難関私立大学に進学する生徒もいる。サッカー格闘技、野球ラグビーバスケットボールバレーボール競輪日本の普通科高等学校としては数少ない国家資格の基本情報技術者試験の午前科目免除制度の認定校となっている。 また、富山県内に存在する高等学校の中では、FE の午前免除制度を導入しているのは、本校のみである。ありがとうございます。